おい、てめえら、一体どこまでついてくる気だ。無論修善寺まででございます。俺は家を勘当された身なんだぜ。後継ぎは弟の藤丸に決まった。だったらどこへ行こうと俺の勝手だろう。そうは参りません。我らご当主様より四郎殿が無事寺に着かれるまで決して目を離すなときつく言いつかっております。親父の野郎、余計なことを。寺に入ったくらいで俺の性根がそうそう変わるかよ。ま、せいぜい藤丸を立派に育てろって親父にそう言っとけ。つうか、藤丸なら、あいつなら俺と違って放っておいても立派に育つだろうがな。とにかく先を急ぎましょう。この辺り日が暮れては山賊が出るとの噂もございます。何が山賊だ。こいつら絶対途中で巻いてやる。兄上、兄上、まさか藤丸。兄上、藤丸、バカ、お前こんなとこまで一人で来たのか。立ってひどいです、兄上。お別れの言葉も告げぬまま、どうしてですか。どうしてって、どうして。そうやって泣くと思ったから黙って出てきたんだって。俺は一族の鼻つまみ者だし、今さら誰が泣こうがわめこうが全然平気だけど、藤丸、お前だけは別だ。お前に泣かれたら余計に別れが辛くなって未練が残るだろうか。ああ、もう泣くな藤丸。そんなにピーピー泣いていては強い男にはなれないぞ。俺がいなくとも泣かぬと約束しろ藤丸、強い男になれ。では兄上も立派なお坊様になるんですね。おおなるぞ。約束ですよ。墓穴掘っちまった、参ったな。変な風だな、妙に生ぬるい。なんだ。四郎殿、お早く。藤丸殿は私が責任を持ってお送りいたしますので。お達者で、兄上。お前も息災でな。さあ藤丸殿。なんだこの音は。いや、違う。何が来る、伏せろ。え、うわ、藤丸。おれ族か。子供だ。うまそうなガキがいるぞ。見ろよ、おい、若い男は真っ赤な髪の毛だぜ。ありゃ、毛頭持ちでも混じってやがるのか。ちょうどいい、殺すなよ、お頭への手土産だ。藤丸、俺のそばを離れるな。いただき、相手はガキと丸腰の小僧だ。ちょろいお仕事だぜ。サクサクっと片付けちまおうぜ。サクサクっとな。ちっ、こんな時に丸腰なんてついてねえ。坊主になるのに刀は無用って言うんで、俺の刀は親父に取られちまってんだよな。くそ、どうする。待てよ。止まれずにみたいにちょろちょろ逃げてんじゃねえや。怪我したくなかったらとっとと降参しな。くそ、刀さえあれば。四郎殿、うわ、四郎殿。
シゲハツ、藤丸を連れて逃げよう。お前の刀をよこせ。ありません、シロウ殿。うるさい、逃げろ。さすがにしっくりは来ないが、前よりはマシか。行け、シゲハツ、俺が奴らを食い止める。シロウ殿。嫌です、兄上。走れ、シゲハツ。何が何でも藤丸を守り抜け。ごめん。俺はもともとこういう人間だからよ。暴れるには山賊相手がちょうどいい。言ってくれるぜ、小僧が。望み通り相手になってやれ。人を殺めて高ぶる快楽。この真紅の髪と共に、父と母が恐れ嫌った俺の狂気。その俺に仏門に入れだ。笑わせてくれる。おめえらみてえなクソ相手じゃ遠慮もいらねえよな。久々に俺の血も熱く燃えてきたぜ。俺はおふくろが嘆いた通りの生まれついての鬼よ。おら、切り刻まれたやつからかかってきな。たっぷり相手になってやるぜ。ありません。もはやこの上は藤丸殿だけでもお助けせねば。いやだ、話せと言うに。何やつ。おのれ、山賊の仲間か。ほう、うまそうな子供じゃ。くそ、刀は素人に取られてしまって脇差ししか残っていない。だがよく見れば、どこぞの故障崩れのお山。よし、これならばやれる。藤丸殿、私のそばから離れませぬよ。本に愛らしいの。食べてしまいたいほどじゃ。蓮華、子供を捕らえたか。はいな、蒼月様。血の匂いがする。土蜘蛛たちもどうやら獲物を捕らえたようだ。戻るぞ。皆殺し、土蜘蛛の手だれが、そんなバカな。おのれ。待て、蓮華。ですが、蒼月様。なんだ、まだ残ってやがったのか。見事だ、全身が赤く染まり、何とも言えず美しい。変態と大山かよ。これはお前の弟か。藤丸。この蓮華が痛く気に入ってな。本に愛らしい子供じゃ。こやつは童子をもてあそんでゆっくり切り刻むのが何よりも好きなやつでな。ありがたくいただいてゆくぞ。触るんじゃねえ。